もう二度と彼があなたを離さない。なぜ最悪な破局がきっかけで彼との関係が付き合う前よりさらに深まったのか。結婚したいなら絶対復縁した方がいい。三つの理由とは。7、トイレをお手洗いという。トイレに行くときにお手洗いに行ってきますという女性に品を感じる男性もいます。何気ない発言も少し言葉を変えるだけで上品に感じられるようです。特にトイレは汚いイメージがある場所なので、直接口に出さないことで女性らしい気遣いが感じられると言えます。トイレを直接的に言わない方法はいくつかありますが、お花を摘みに行ってくるなどは意味が通じにくいので、お手洗いくらいがちょうどいいでしょう。8、男性の目を見て話を聞き、優しく相槌を打つ。目を見る、相槌を打つなど話の聞き方でも品を感じさせられるようです。男性の目を見て相槌を打ちながら話を聞くと、女性らしい柔らかい雰囲気が感じられ、男性も話しやすくなります。ただ目を見ると言ってもあまりに凝視しすぎると男性に威圧感を与えてしまいかねません。また相槌がせわしないと男性をじらせてしまう恐れがあるので、ゆったりとした相槌とアイコンタクトを心がけましょう。9、常にハンカチをカバンに入れている。常にハンカチやタオルをカバンに入れ、手を洗ったり飲み物をこぼしたりした時にさっと取り出せると男性からの評価が上がる可能性が高いようです。ハンカチやタオルはくしゃみをする時に口を押さえたり、レストランでナプキン代わりに膝の上に置くなど、女性らしい振る舞いに欠かせないアイテムだと言えそうです。もちろんしっかり洗濯してある清潔なものを使うことは必須です。